飼育係の森田さんです。皆様よろしくお願いします。はい、ではですね、早速ご飯あげてもらいましょう。さあ、今スタッフを大きにご注目です。泳ぎ方が変わりましたよね。だいたいですね、この中なんですけれども、1300匹のイワシたちが仲良く暮らしています。みんなの手元にご注目ください。これ今日のイワシたちのご飯ですね。あんま一つ今イワシが群がって見えてないんですけれども、キノコの形してるの分かりますか？はい、ここがですね、イワシの晩ご飯、秋限定のものです。ちょうどですね、餌が出るときホースみたいになってちょっとかわいいんですけれどもね、この中はホースではなくてペレットという餌が入っています。で、このペレットという餌なんですけれども、原材料なんとイワシです。で、この餌をですね、イワシたち海水ごと体の中に取り入れまして、餌だけをですね、うまくこそって食べています。まあ、そしてですね、今日この中泳いでるのはイワシさん、はい、この魚はですね、回遊魚という種類のお魚なんです。実は自分の力で呼吸をすることができない種類の魚なんですね。ですので、どんな時もね、泳ぎ回っています。寝ている時も、ご飯を食べる時も、このように泳がなければいけない種類の魚なんですね。で、この中の海水についてはもうちょっとお話ししたいと思います。で、この中の海水なんですけれども、100トン入っています。ね、100トンといってもね、あ、お兄さん餌がなくなったみたいですね。じゃあ一回ですね、お兄さんに手を振ってごちそうさまでした、お別れしたいと思います。ありがとうございます。はい、で、この100トンの海水、皆様のお風呂1年間分以上の量の